で、ユーミムさんの近況がですね、はい、パンチラ以外でバズった以外に何かあります、はい、幸せなお話が。あ、何でしょう。なんとユーミムさん、うん、最近彼氏ができたそうです。あ、よかったじゃないですか。あの、ね、ダーリンズっていうコンビ、はい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 、あの、あ、松本凛子さんと お付き合いされているそうで、はいはい、ただデートが、うん、パチンコとディズニー。あ、見たくなんや。見たくなんや。あの、パチンコとディズニーしかデートをしてないと。変わっとる、うんうん、極端ですね。はいはいはい、で、ですね、2月の14日バレンタイン、バレンタインで、はい、あと12月の24、25、2425、2デーズや。ね、クリスマスはですね、誰の武道館公演かと思いましたけど、いやいや、24、25に2デーズ、です、まあ、デートされたと。はいはいはい、はい、パチンコやろ。そう、朝から晩までパチンコ。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、バレンタインデーもクリスマスイブも、うん、クリスマスもパチンコしとったんや、うんうん、はい、24、25はやばくない？どっちかにせいやのやつじゃないですか。まあ確かにね、でももうね、いいんじゃないですか。おうおう、そんな、まあ、付き合いだしたって言ったって窮地の中でしょうし、うんうん、今更どこ行くのとかないのかもしれないですよ。なんかいいなと思いました。マスター、マスター。